現在のニューヨーク市地下鉄マップ。マンハッタンは、左中央のエリア。ニューヨーク市地下鉄は、アメリカ合衆国ニューヨーク市の5つの行政区の、内ブロンクス区、ブルックリン区、マンハッタン区、そして、クイーンズ区を走る地下鉄システムである。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの下部、関連組織である、ニューヨークシティトランジットオーソリティによって、運営されており、 アメリカ合衆国で最も利用客の多い地下鉄であり、世界で4番目に利用客の多い地下鉄である。1日あたりの乗客数は522万5 0 0人である。総駅数は469で、世界一駅数の多い地下鉄となっている。1940年に3つの地下鉄会社、インターボローラピッドトランジット、ブルックリンマンハッタントランジット、 インディペンデントサブウェイシステムが合併し、現在のニューヨーク市地下鉄となった。多くのマンハッタンの数字名のストリートや、ハウストンストリートの住所は、イースト、またはウエストがストリート名の前につくが、多くの地下鉄駅名のストリートにはつかない。例えば、レキシントンアベニュー線33丁目駅は、イーストサイドにあるが、東33丁目とはならない。例外は、 西四丁目、ワシントンスクエア駅である。IND は二番街駅からブルックリンへ六番街線延伸を計画していたことがあった。この路線はブルックリンの南四丁目に駅を持つことが計画されていた。この駅の外枠が IND クロスタウン線ブロードウェイ駅に作られたが、計画が破棄され現在は封印されている。西四丁目はこの南四丁目と区別できるように、 単に4丁目とはならなかったが、結局南4丁目は開業することはなかった。またの公式の数え方では、マンハッタンには151のニューヨーク七下鉄駅が存在する。そのうち32がエクスプレスかつローカルの駅である。IRT ブロードウェイマイナス7番外線、コートランドストリート駅はアメリカ同時多発テロ事件以来閉鎖されていたが、 2018年9月8日に駅名を WTC コートランド駅と改め営業を再開している。18の複合駅がそれぞれ1駅としてカウントされると総駅数は118となる。以下の表では色付きの路線は基幹路線を表す。その色は運行系統の丸、またはひし形のラベルの色と一致する。 開業年月日はその路線のプラットフォームの最初の区間が開業した年月日を記す。ディビジョンは現行のディビジョンの次にカッコでくくって以前のディビジョンを記載する。完全に廃止または休止された駅はこの一覧に記載しない。ありがとうございます。